ヨーゼフ・アルベルト・マイ・ジンガーは、ドイツ国の親衛隊の将校。最終階級は、親衛隊大佐及び、警察大佐。ポーランドのワルシャワで大量虐殺を行い、ワルシャワの虐殺者の異名を取った。その後、中日ドイツ大使館に赴任し、ユダヤ人迫害を拒否する日本政府に、ホロコーストへの加担を要求した。ドイツ帝国バイエルン王国のミュンヘン出身。 ミュンヘンの小学校を卒業後、ルイトポルトギムナジウムに入学。第一次世界大戦中の1916年12月にドイツ軍に志願し、砲兵連隊に属して西部戦線で戦った。大戦中、二級鉄十字章に除君した。戦後は義勇軍に参加した。また、ミュンヘンの銀行や地方裁判所、警察本部などで働いた。 1923年に、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーが起こしたミュンヘン一期の際には、オーバーラント義勇軍のメンバーとして参加した。1933年3月に、新英隊に入隊。さらに5月には、正式にナチス党員となった。1933年11月には、ミュンヘン一期参加者に与えられる地の勲章を除勲した。 メダルの番号は374番であった。この頃のマイジンガーは、バイエルン州政治警察長官、ラインハルト・ハイドリヒの直属で働いていた。1934年4月に、ハイドリヒが、ゲシュタポ政治警察部長となり、ベルリンへ移動した後、マイジンガーもすぐに、ハイドリヒから召集されて、ハインリヒ・ミューラーや、フランツ・ヨゼフ・フーバーと共に、ベルリンのゲシュタポ本部へ移動した。 1934年6月の長いナイフの夜の際にはカトリックの政治家エーリヒ・クラウゼナーの調査を行いハイドリヒに危険人物として報告した結果6月30日にクラウゼナーは新鋭隊員により殺害されることとなった1935年初めにゲシタポの機構改革が行われマイジンガーはゲシタポ第二部の中の NSTP 打隊 175条、純血問題担当課の課長に任じられた。ここは、ナチ党内の反ヒトラー派、妊娠中絶、同性愛者、ユダヤ人との交際などを取り締まる部署であった。1936年7月には、陸軍総司令官、ベルナーフォン・フリッチュ大将の同性愛者疑惑の捜査を行っている。この時のマイジンガーの捜査記録は、2年後に、 フリッチを辞職に追いやる際に使用された。1936年4月に新衛隊少佐となり、さらに1937年1月に新衛隊中佐に昇進している。しかし、マイジンガーは傲慢な性格であったため、下下下っぽ内部でも嫌われていた。上司のハイドリヒは彼のことを不快な奴と呼び、ベルナー・ベストは彼のことを残忍な方法を好む。 原始的人物などと告評した。ハインリヒ・ミューラーも絶えず彼の悪口を言っていた。やがて、マイジンガーはゲシュタポで居場所がなくなり、1938年には SD の公文書保存局に移ることとなった。ポーランド侵攻後、アインザッツグルペフォープ編4の司令官代理となり、ワルシャワで政治的に信用のならない者、すなわち、ポーランドの知識人、聖職者、 ユダヤ人などの銃殺活動に従事した。この活動と並行して1939年10月から1941年3月にかけてワルシャワの保安警察及び SD 指揮官に任じられた。1940年1月に新衛隊大佐に昇進している。ワルシャワに在任中、マイジンガーは大量のポーランド人やユダヤ人の虐殺を指揮した。 この中には悪名高い AB 行動や1700人が虐殺されたパルミリーの森の虐殺も含まれている。1941年3月に一時ベルリンの国家法案本部に呼び戻され、4月から東京の中日ドイツ大使館付け警察部関係 SD 代表として発見された。着任直後、日本の特別高等警察や憲兵隊と連絡を取り合い、 ドイツの有力紙の特派員で、オイゲンオット大使と親しく大使の顧問も務めていた、リヒャルト・ゾルゲをはじめとする主要な在日ドイツ人の身辺調査を行っている。バルター・シェレンベルクによると、ゾルゲの経歴が不審という情報を知ったシェレンベルクは、ゾルゲを避難中傷から守るとともに、ハイドリヒの意向で、東京に左遷されるマイジンガーに、ゾルゲ監視の任務を与えたという。 ゾルゲは、マイジンガーと酒も組み交わす親密な関係を築き、マイジンガーはゾルゲを信頼できると憲兵隊に身分保証して、尾行を中止させた。しかし、特攻は引き続きゾルゲの尾行や調査を続けており、その結果、ゾルゲ事件が発覚し、逮捕につながった。いずれにしてもマイジンガーはゾルゲに対して全く疑いを持っておらず、夫大使や、 エイリヒコルト公使と同様に逮捕に衝撃を受けた。そのため、ベルリンの国家保安本部本部に対して、日本当局によるゾルゲに対する権威は、全く信用するに値しないと報告している。1943年1月、ゾルゲとの親しい関係を問われて解任された夫に、代わり、中日特命全権大使に就任したハインリヒゲオルクスターマーが、 大使に就任すると同時に警察大佐に任官した。なお自らのゾルゲとの親密な関係は不問とされた。一方、日本政府の寛大なユダヤ人政策に豪を煮やしていたマイジンガーは1942年7月に日本占領下の上海を訪れ、上海在住ユダヤ人を虐殺するための3つの案として敗戦にユダヤ人を乗せ、 東、シナ海で日本海軍に撃沈させる、岩塩港で酷使し、過労死させる、洋子港川口に強制収容所を作り、種々の人体実験に使用するを、上海日本国総領事に提案したが、日本政府はユダヤ人迫害に加担しないことをすでに1938年の五省会議で決定しており、マイジンガーの提案は明確に拒否された。 1945年5月にドイツが敗戦し、連合国の占領下に置かれたことで、今や国家として存在しなくなったドイツが日本にとって、事実上の敵国となり、ハインリヒデオルクスターマー大使以下すべての大使館員らが軟禁された後も、マイジンガーは日本の憲兵隊や特攻と一種の協力関係を持ち、自動車の利用も許され、東京都大使らが軟禁されていた。 箱根の富士屋ホテル、他の大使館員らが南京状態に置かれた川口湖の富士ビルホテルを行き来しつつ、ハンナチス的と目された在留ドイツ人の情報を憲兵隊や特攻に流した。ドイツ降伏から1ヶ月後の6月8日、日本政府はドイツ政府がもはや存在しないとしてドイツ大使館並びに領事館の職務執行停止を正式に通告した。これにより、 マイジンガーの外交特権も正式に剥奪されたものの、その後も彼の要請により何人かのドイツ人が日本の警察に逮捕されている。さらに6月11日にはマイジンガーのこのような違法行為を放置していた上に、その後も大自然として振る舞い品宿を買っていたスター・マーキュー大使がマイジンガーら一部を除く旧ドイツ大使館員一同により、 大使職からの解任勧告と以降の命令無視を通告された。このような状況にもかかわらず、マイジンガーはなおも言動を改めようよしなかったため、後に中日ドイツ連邦共和国大使を務めたフランツクラブフラの旧大使館員たちは、もはや法的な根拠のなくなった彼の行動をやめさせる、よう日本側に抗議し、外務省も阻止しようとしたが、国際法に無知だった。 憲兵隊や特攻はこれを無視した。後にクラブフは憲兵隊の介入があったのは明らかだと回想している。8月15日に日本が敗戦した後は富士ビューホテルにこもり、翌9月にホテル内でアメリカ軍によって逮捕された。なお逮捕される際に拳銃などを所持していたものの、さしたる抵抗も行わず、おとなしく連行された。その後、マイジンガーは、 アメリカ軍により、ポーランドのワルシャワへ移送されて、同地における、虐殺行為の罪で裁判にかけられることとなった。1947年3月3日に、死刑判決を受け、3月7日に、公死刑が執行された。ハインツ・ヘーネチョ、ドクロの結社 SS の歴史311ページ、デア・シュトロッツ・デア・ジェネロレイ・ヒトラーウント・ダイ・ブロンバーグ。 フリッチ・クライズ1938-95ページ、ABNHK 取材版、下留信夫、国際スパイゾルゲの真実角川書店、角川文庫、1995年、ピアニッシモ、201から2 0 3千国権とも会連合会編参院会編、日本憲兵政史見文書院、1976年、加藤哲郎、新発掘資料から見た、 ゾルゲ事件の実相ゾルゲ事件関係外国語文献翻訳集第28号2011年エルビン・ビッケルと戦時下のドイツ大使館 P34 中央公論者 ABCD ・アライサト氏終戦前対日ドイツ人の体験に終戦前対日ドイツ人メモアール聞き取り調査文化論集 https コロンスラッシュスラッシュ DSPACE.WUL.WASEDA.AC.JP スラッシュ DSPACE スラッシュハンドルスラッシュ2065スラッシュ 6043288PHA と21ドイツ大使館及び領事館職務執行停止に関する県アジア歴史資料センターレフ。 B140 億9061万3800エルビン・ビッケルと戦時下のドイツ大使館中央公論者1998年 B162 エルビン・ビッケルと戦時下のドイツ大使館 B159 中央公論者エルビン・ビッケルと戦時下のドイツ大使館 B159 中央公論者ありがとうございます